いろいろと僕もここに来る前に、ちょっとね前回の負け、もありましたし、選手の中でもショックも大きいのかなと思ったんですけども、練習自体は非常にやっぱり明るい雰囲気でされてますね。そうですね、結果を見ると1対4っていう形ではあるんですけど、まあ、課題がありつつもできた部分もあったので、こう、まあ、下を向かずに前向きにトレーニングにこう入れているかなとは思います。まあ、前回その1対4っていう敗戦の中で、まあ、ご自身にとっては公式戦の初ゴールっていうのが生まれましたけれども、あのシーンもう一度振り返ってもらってもいいですか？そうですね、今までレジーナとしてはサイド攻撃をこうメインにやってきた中で、まあ、青井からいい縦パスが入って中央を突破するっていう今までにない形での点ではあったので、こう前マミもすごい前を向いてくれていいパスをくれたので、はい、点を取れたのは良かったかなと思います。まあ、2人の上野選手との距離感も非常に良かったのかなというふうに思うんですが。そうですね、特に前半は距離感すごい良くて、こう、まあ、私からマミとか、まあ、葵と私とマミのこの距離感というのも良かったかなというふうに思います、ね。まあ、一つそういう意味ではレジーナにとって武器ができたのかなというふうに思うんですけれども、まあ、こういった形がまた増えてくるといいですね。そうですね、まあ、試合の中でこう一つバリエーションが増えたっていうのが、まあ、この前の試合の良かったところかなっていうのがあるので、まあ、練習の中でも、まあ、サイド攻撃をメインにしながらもこうバリエーションを増やせていけたらいいなと思います。まあ、あと毎試合毎試合思うんですけど、まあ、川島選手ものすごい運動量ですね。あれだけ走れる原動力って何なんですか？私はもう本当に走って90分間走り回るっていうことしかできないので、まあ、それでチームに貢献しようとっていう気持ちですかね。気持ちが体を突き動かしてるというか。そうですね、はい、もうこれしかないって自分で思ってやってるんで、はい。まあ、ゲームが続いていく中で、まあ、もちろんその星勘定から言うとそろそろまた2勝目が欲しいっていう中での気持ちで、まあ、次また手強い相手だと思うんですけれども、次節に向けて意気込みをお願いできますか？はい、浦和さんもすごい力のあるチームですし、もちろん難しい試合になるとは思うんですけど、まあ、本当に今やるべきことを、まあ、また一週間やり続けて一人目指して、頑張りたいと思います。またゴールを期待します。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 OK でございます。あ、インスタフォローしていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、ストーリーとか拝見してます。ありがとうございます、はい、こんな感じで撮っていきます。はい、はい、お願いします。どこ見たる？あ、僕で OK です。はい、お願いします。お願いします。あれ、前からそういうマニキュアでしたっけ？はい、あ、買いました。買いました？はい、昨日買いました。あ、そうなんですか。すごい最先端です。ね、最新、はい、新しくしました。なんか気分転換ですか？前回はちょっと紫、ホーム開幕の時に、はい、紫に意識してたんですけど、まあ、今日は結構伸びてたのと、うん、気分変えようかなと。あ、なるほど。あ、そうなんですね。はい、まあ、いろいろね、こう試合の流れとか、まあ、リーグ戦の流れっていう中で、まあ、今ちょっと苦しい時期に入っているかもしれませんけれども、まあ、前節の敗戦、まあ、ちょっと振り返ってもらってもいいですか？はい、前節は本当に立ち上がり始めの方に失点してしまって、立て続けに失点して、まあ、1点返したのはすごく前半のうちに返したら良かったんですけど、まあ、最後にまた失点しまったっていうのは本当にチームとしてちょっと修正できなかったポイントですし、まあ、後半に取り返せるチャンスがすごくある中で、そこでゴールまで行くシーンがもっともっと増やさなきゃいけないですし、最後の失点もやっぱりいらない失点でしたし、あんだけ自分たちでボールで動かせる中で、まあ、こういう振り返れば1対4っていう、なんか本当に、ね、反省するところをだらけだなっていうのが今の正直です。まあ、確かにシュート数見てもレジーナの方がチャンス多かったと思いますし、まあ、ただ結果っていう部分でいうと厳しい、まあ、敗戦にはなったと思うんですけれども、まあ、その中でもやっぱりこう収穫っていう部分を挙げるとしたらどういった部分になりますか？やっぱり
前節とか、まあ、以前だとやっぱサイド攻撃だけっていう部分でゴールに目指すっていうことが多かったんですけど、まあ、前節の点得点入ったシーンは、まあ、中央からっていうよく練習で目指してる部分がやっぱ試合で出せたっていうところはすごく大きな収穫かなっていうのは思います。牧崎選手はもう開幕戦から、全ての試合でフル出場を続けてますけれども、こうピッチの中で、いろいろ感じることもあるのかなと思うんですけれども、そのあたり何かこう感じる部分っていうのはありますか？やっぱり新設のチームっていうのを言い訳にしたくないですけど、やっぱり若い選手っていうのが多いので、やっぱりそのゲームの流れだったりそういうところでチームがちょっと沈んでいってしまってるなっていう時に、いかに盛り上げられるかだったり立て直しが効かせられるかっていうのがもっと求めていかなきゃいけない部分かなと思ってます。まあ、でもなかなかこう勝てない試合が続いても、はい、今日の練習なんかも、まあ、雰囲気自体は本当に明るい雰囲気でずっと続けているな、まあ、それが本当にレジーナの良さかなというふうに思うんですけれども、そのあたりはどう感じてますか？練習の雰囲気はすごく楽しく、まあ、激しく行くところも激しく行くんですけど、まあ、そこはすごくレジーナのすごいストロングだなっていう部分があるので、そこは継続しながら、まあ、球際行くところだったりそういうところの激しさっていうのをもっと深めていきたいなと思ってます。そして、まあ、次節は、まあ、古巣との、対戦になりますよね。まあ、ご自身が、まあ、サッカーキャリアの中で、まあ、大きな分岐点になったところだと思います。何かこう思いっていうのはありますか？やっぱり浦和駒場スタジアムっていうところは本当に中学1年生からずっとやってきたところだってですし、すごい思い出のあるスタジアムですし、対戦相手なので本当に感謝の気持ちをプレーで表現できたらなと思います。まあ、そこでまた一つ勝利というところが取れれば、はい、ご自身にとってもチームにとっても大きな自信につながると思うんですけれども、次節に向けての意気込みをお願いします。今勝ててない状況ですし、本当にサポーターの方々には結果が出なくて申し訳なく思ってるんですけど、まあ、次節で、まあ、本当に難しい相手だと思ってますけど、チーム全員で戦って勝利目指して頑張りたいと思ってます。わかりました。期待しております。ありがとうございます。ちょっと申し訳ないです、さっきの、手のマニキュアの部分をこう出してもらってもいいですか？あ、そうですね、ちょっとだけ。はいはいはい、はい、OK でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか、こんなんで。OK です。あ、手元だけじゃあ、すみません、もらってもいいですか？そうですね。これでいいですか？ OK です、 OK です。そう、なんかパッと見たときに、そう、ちょっと形も変えたんです、ちょっとだけ。形ってあるんですか？あるんですよ。丸、四角っぽいじゃないですか、これ。はいはい、スクエアって言うんですけど、ちょっと四角っぽくしました、今回。